ヨハン・ファイン・リヒ・フュースリー、ヨハン・ファイン・リヒ・フュースリー、または、ヘンリー・フュースリー、1741年2月7日から1825年4月16日は、イギリスで活躍したドイツ系スイス人の画家。フュースリー、フューズリー、フュッスリー、フュースリーという表記もある。フュースリーは、スイスのチューリヒに18人の子供の第二子として生まれた。 父親のヨハン・カスパー・フュースリーは、肖像画や風景画を描いていた画家で、ヘルベティアの画家の生涯、ヘルベティアとは、スイス西部あたりを指すという本の著者でもあった。息子を聖職者にしたかった父親の意向で、フュースリーは、チューリッヒのカロリン・カレッジに入学、最高水準の教育を受けた。学友の一人に、ヨハン・カスパー・ラバーターがいて、二人は親友になった。 1761年、不正な行政官を非難したラバーターを支援した稼働で、相手の家が実力者で反撃にあったのだ。フュースリーは、国外追放令を受け、スイスを離れた。最初、ドイツに行ったが、1765年、イギリスに渡った。いろいろな書き物をして、生計を立てていたが、画家の女子アレノルズ教に、自作のスケッチを見せたところ、地をへ、 レノルズ教のアドバイスで美術に専念することにした。1770年への巡礼をしにイタリアに行き、1778年まで滞在した。フスリーからフューズリーに改名したのはこの頃で、その方がイタリアっぽい響きだったからだった。1779年の初め、チューリッヒに立ち寄ってからイギリスに戻ったところ、ボイデル三次会員からの仕事がフューズリーを待っていた。 ボイデルは後にボイデル、シェイクスピアギャラリーを作った人物である。フュースリーは、ボイデルのために、多くの絵を描いた。その一方で、親友ラバーターの人奏楽の本の英語版を、出版した。また、ホメロスの翻訳本の準備をしていたウィリアム・クーパーには、貴重な助力をした。1788年、ロイヤル・アカデミーの巡回員になった直後、 絵のモデルをしていたソフィア・ローリンズと結婚。ある時、以前肖像画を描いたことのあったフェミニズムの先駆者、メアリー・ウルストン・ラフト、フュースリーは、彼女の肖像画を描いたが、フュースリーをパリ旅行に誘ったが、ソフィアが猛反対し、それ以後フュースリーへは、ウルトスン・クラフトに門を閉ざしたという。結婚の2年後、フュースリーは、アカデミーの巡回員から会員に昇進した。 1799年、フュースリーは、ジョン・ミルトンの本から着想した、連作絵画の展覧会を開いた。ボイデル、シェイクスピア画廊と似た、ミルトン画廊を作ろうという意図だった。完成までインターバルを挟んで9年を費やした、ミルトンの絵は全部で47枚あり、その多くが大作だったのだ。展覧会は、翌1800年まで続いたが、商業的には失敗だった。 1799年、フュー・スリーはアカデミーの美術教授に昇進した。4年後には芸術館長に選ばれ、一旦教授職を辞したが、1810年に復職し、死ぬまで両方の役職をこなした。1805年、マシューピル・キントンの Lives of the Painters 画家たちの人生を出版するが、それが彼の名声を高めることにはならなかった。 修正健康を害したことのないフュースリーだったが、プトニーヒルで死去。八十四歳だった。セントポール大聖堂に埋葬。死んだ時は、比較的裕福だった。画家としてのフュースリーは、大胆かつ創意に富んでいて、常に最高のものを目指していた。彼は超自然を好み、万事を空想上の尺度に置き換えて、歴史を扱った絵では、ある程度の誇張も当然だ思っていた。 この考えは、ミケランジェロの作品やモンテカワドの大理石彫刻、当時はローマにあって、彼は、好んで夕方、薄暗い空に囲まれ、ナイトに照らされた中で干渉したを研究して、確信したことだった。また彼は、伝統的な常識の中に、乱暴で過激な行動を見せることがあって、それは、彼の多くの作品に備わっている遺言を台無しにする、ものだった。その一例が、 ハムレットブレイキングフロムヒズアテンデンツツーフォローザゴースト幽霊についていく従者から逃げるハムレットというイラストでまるでハムレットが全身の筋肉の発作的痛みを襲われて自分の服を引き裂いているように見える。とは言うものの彼の絵は決して正気がないわけでも冷たいわけでもない。彼の描く人物は活気に満ちひたむきで彼らを鼓舞させてくれる何かを持っているように思われる。 ルーベンスのように、彼は、人物の躍動感を表現する技術に長けていた。さらに、フュースリーは、ユーモアの感覚も持っていた。エーミドサマーナイト、エスドリーム、真夏の世の夢における、妖精の場面のグロデスクなユーモアは、彼の他の野心作の指摘強さに劣らない、いや、あるいはそれ以上に注目に値するものがある。大抵の画家がするようにファレットを使うことを、彼は、 恥とした。向こう水にも色を乱暴に塗りたくるだけだった。乾燥した絵の具を使うことは珍しくなく、油、テレビン油などをつけたブラシで急いで混ぜ合わせ、効果はなるに任せた。この無頓着さは、彼が25歳になるまで油絵を描いたことが、なかったという事実から説明できるかもしれない。しかし、こうした欠点にもかかわらず、彼は大画家としての要素を有していた。 フュースリーは200点以上の絵を描いたが、そのごく一部しか一般に公開しなかった。彼が最初に描いた絵は、ヨゼフ・インタープリティング・ザ・ドーリームス・オブ・ザ・ベーカーバトラー、パン屋と酒蔵係の夢解釈しているヨセフだったと言われている。一方、最初に評判を取ったのは、ムマ・ナイトメアで、この絵は1782年に公開された。ムマには2つのバージョンがあり。 また同じテーマでハックも描いている。スケッチやデザインとなると、彼の作品は約800点にも及ぶ。位相、図案のクオリティは共に評価が高く、絵画よりも優れている。彼のスケッチは、絵画同様に、部分部分の比率を恋に誇張して、人物も歪曲して描かれている。紙の上に任意の起点を置き、そこから星と星の相関関係から星座を作るように、 死死の終点を決めるといった技法も使っていた。この技法は、ローマ滞在時に一緒だったジョージ・リッチモンドと共に、編み出したものである。彼は人生から人物を描くことは滅多になかった。彼の芸術は古美術とミケランジェロの研究に基礎を置いていた。肖像画はたった二点だけで、風景画となると一点たりとも描いていない。自然などいまいましい。 いつも私をイラつかせるというのが彼の言い分であった。頭は良かった。フランス語、イタリア語、英語、そしてドイツ語に堪能であった。考えを巡らすときはドイツ語を用いたが、どの言語も流暢かつ脳弁に話し書くことができた。英語で書かれた美術批評書の中には、優れた言い回しがいくつもある。著作での主要作品というと、1801年からの ロイヤルアカデミーでの講義録12巻がある。フュースリーには面白い逸話が多い。ジョン・ノールズによる、電気・ライフ、1831年に色々書かれている。ホルトゥナート・デランティ、1787年から1863年は、彼の絵の影響を受けている。日本には、グイード・カバルカンティの亡霊に出会う。テオドーレ、1783頃が、 国立西洋美術館にある。フュースリーは1788年から分析的書評という雑誌にエッセイと批評を書き始めた。その雑誌にはトマス・ペイン、ウィリアム・ゴドウィン、ジョゼフ・プリーストリー、エラズマス・ダーウィン、メアリ・ウルストーンクラフト、その他美術、文学、政治に関心のある男女が原稿を寄せていた。フュースリーはジョゼフ・ジョンソンの家を頻繁に訪ねた。 ジョンソンは分析的批評の出版社であると同時に政治的にも急進的なイギリス人だった。1793年フランスのルイ16世が処刑された時には革命を独裁的でアナキーだと激しく求断した。しかし、フュースリーが最初に訪問した時には彼の年老いた風貌の中にそれまでの苦節を見て取り歓迎した。フュースリーが ロイヤルアカデミーの美術教授を務めていた時の教え子の中には、後に風景画家として有名になるジョン・コンスタブルや、ベンジャミン・ヘイドン、1786年から1846年、ウィリアム・エッティ、1787年から1849年、そして、わずか12歳で最初の個展を開いたエドウィン・ヘンリー・ランドシア、1802年から1873年、 らがいた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。